さんこんにちは。今回はですね、ザックの紹介です。いや本当にね、今までね全くこう手をつけなかった領域、UL ザック、一回ねちょっとUL ザックワンデイ用ネットをね購入した、経緯はあるんですけども、ちょっとねガチめの、UL ザックっていうところで、今回購入したのは、ね、55リッターっていうサイズなんですけども、UL ザックついに手を出してしまいました。はい、こちらね見えてると思いますけども、ハイパーライトマウンテンギアの、ね、サウスウェスト3400というモデルになります。こちらね、全面ダイニーマというね高強度ポリエチレンのすごくね丈夫な素材が使われていてですね、150台に本体がもう本当にすごく丈夫な素材で、フロントのねポケット、これ大容量のポケットあるんですけども、こちらもねダイニーマで、そこの部分も、分厚いねダイニーマが使用されているということで、フルにねダイニーマが活用されていて、ものすごくね、しっかりしたザックになっております。で、 UL ザックっていうとですね、一般的にそのフレームレスって言われるようなぐにゃぐにゃっとしたね、ザックが一般的なんですけども、実はこのハイパーライトマウンテンギアの、サウスウェスト、これちょっとねモデルとしては3タイプありまして、ウィンドライダーとサウスウェストと、ジャンクションと3つあるんですけども、今回購入したサウスウェストはね、このフロントポケットが、ダイニーマのポケットということで、透けてない、しっかりしたちゃんとしたねダイニーマのポケットということで、中身が見えないというメリットと、あとギア類ね結構ガシガシ入れれるっていうね、一番タフなモデルになってます。ちょっとやっぱりこう雪山からね4シーズン使い倒していきたいと思ってるんで、しっかりめのねザックがいいかなということで、このタイプにしました。で、ね、白と黒のね2種類カラーバリエーションあるんですけども、これ色違いっていうだけじゃなくて、白はねダイニーマーがねこれ薄いです。生地が100デーだったかな。で、中身がちょっと透けたりとかねする、その分UL でよりライトウェイトになってはいるんですけども、タフさっていうことを考えると、こちらのブラックの方がねしっかりした作りになってるということで、個人的にはねやっぱりこうしっかりした作りのザックがいいなと思って、こちらのブラックにしました。ブラックもカラーとしてもねすごく引き締まっててかっこいいですよね。はい、ということでね、今回その、このハイパーライトマウンテンギアをね、購入した経緯なんですけども、ちょっとね過去の動画見ていただいてる人はわかるかもしれませんけど、スバクロ岳のね天白登山で、これまでね雪山登山っていうとオスプレイのアトマス AG65 っていう65リッターのねもうガチガチのザック背負ってたんですけども、あれがね重量なんと 2.25 とか、ちょっと正確な重量じゃないかもしれないけど、そのぐらいなんですよ。もう2キロオーバーなんですよね。で、もうね、このハイパーライトマウンテンギアのね、この3400の55リッターのザック、なんと重量 945g ということで、1キロ切ってます。もう本当にこれ2個よりもね、重いっていう、そのね、オスプレイのザックがね、やっぱりね、結構がっしりだね、すごくこう、ボディブローのようにね、疲労感に効いてきたんじゃないかなと。いうことで、やっぱりね、軽いは正義というね、UL の思想。これね、4年かかってようやく、ついにこの禁断の領域に手を出したということで。やっぱりね、UL ザックは意味がありますね。その分、ね、高級な素材、しっかりした、希少な素材使われてるということで、お値段がね、とんでもないことになってるんですけど、やっぱり、今回、ね、これ、使って参考してきたんですけどね、拳ヶ岳の一泊二日の天白登山。で、夏はね、やっぱりその、三泊四日のね、北アルプスっていうことを想定すると、やっぱり軽くて、しっかりしたザック。で、使いやすいっていうようなね、ところがやっぱり必要なんだな、っていうことをね、改めて感じました。で、先ほどね、最初にも言いました通り、UL ザックって基本的にフレームが入ってないものが多いんですけども、ハイパーライトマウンテンギアのね、この、サウスウェストはフレームが入ってます。しっかりしたアルミのステーが入っていてですね、重量が重たい時はこのステーを、ね、フレームをこう挿入して、しっかりめに、きっちりと、形状を、ね、作ると。で、ワンデーとかね UL スタイルの時はもうフレームを外しちゃって、軽い形でね、参考するというか、かなりねフレキシブルにいろんなね、対応できるようになってます。はい、まずこの大容量のフロントポケットですね。これ両サイド合わせて10リッターぐらいあるということなんで、実質ねメイン機室が55リッターなんですけど、ここのフロントポケット合わせたらもう60リッター以上のね収納力があるってことになりますよね。本当にこの、ね、すごく大きいポケットなんで使い勝手が良くて、もう何でもねレインウェアから何から何までガシガシ入っちゃいます。
まあ1個しかね、ポケット、外付けポケットないんですけど、まあこういう大きいポケットがあるっていうのはね、使いやすいですよね、やっぱり。で、サイド。こういう形でね、サイドにも大きなサイドポケットが付いてます。で、両サイドもね、同じように、ね、この、大口径のサイドポケット付いてますね。まあこれも本当にこう、ポール入れたり、テントポール入れたりね、例えばペットボトルなんか2個ぐらいズボンと入っちゃいますしね、大きいボトルなんかでも平気で入ります。このぐらいの、ね、容量がしっかり、フロントとサイドとね、両サイドにありますんで、すごく収納力があってね、使い勝手がいいかなと思いますね。開口部、このトップにこの1箇所ね、クリップでこう、今これ両サイドを重ね合わせて止めてますけども、ロートップ式になっています。こういう形で50ロリッターなんでね、こうしっかりとここまでドーンとこう伸びてくるわけですよね。もう荷物も本当にがっしり入ります。はい、今これ、メイン機室、メイン機室というかこれ一機室なんですね。中開けてみました。で、ハイパーライトマウンテンギアのね、ロゴが入ってます。サイズは M で、中見るとですね、こう前面にわたって、こういった止水処理がされてます。わかりますかね、ロゴの内側なんかも全部きっちりと止水テープでね、処理されてます。で、中にね、ここにハイドレーションのね、水筒が入るポケットがね、大きいメッシュポケットがありますね。で、ここに2本両サイドアルミのステーが入る、マジックテープで取り出せるようになってるんですけどね、こういう感じ、アルミのステーの先端見えてますよね。はい、こんな感じになっております。で、ここにキーチェーンみたいなのね、簡易的なものがついてますね。はい、という感じでね、すごくしっかりめの作りになってる。で、ただね、このハイパーライトマウンテンギアね、フル完全防水じゃないんですよ。実はね、ショルダーストラップのこの縫い目のとこ、この黒い、ね、糸のところ、わかりますかね、ショルダーストラップ。止水処理実はされてなくてですね、止水剤使ってね、ベッド購入して止水処理しました。で、あとボトムも一緒です。ボトムもね、ちょっとこの外周、わかるかな、ここもね、実は、止水処理されてないんですよね。ということで、ここもね、同じく止水剤を使ってですね、止水処理して、もう今はね、完全防水になってます。で、そしてね、あとね、この、開口部なんですけど、マジックテープこれついてるんですよ。ね、マジックテープでね、ここ止まるようになってるんですけど、実はね、このマジックテープ、袖がね、こう引っかかったりして邪魔なんですよね。で、実はね、ここに100均のね、マジックテープ使ってね、30センチの幅なんで、こう2つ、15センチだと2個つけてね、マジックテープが機能しないようにしています。これでもうね、袖がこう干渉して、引っかかってるってことはないんで、すごく使い勝手が良くなってますね。ね、これショルダーベルト。で、パッドの厚さも結構厚みがあってね、しっかりめのパッドになってます。まあ、このおかげでね、重量がね、マックス18キロまで、9キロから18キロっていう耐荷重になってるんですけど、まあ、しっかりしたね、重量でもちゃんと背負えるように。でそういった構造になってます。ただね、やっぱり UL ザックってこともあって、普通はこうロードリフターってね、ショルダーのところからこう体にこう引っ張ってきて体に引き寄せるようなね、ベルトがついてるんですけど、これはついてません。ただまあ UL ザックなんでね、こう背面に普通はメッシュとかついてるんですけど、こう背面メッシュとかないもんですからね、まあ、体にフィットした状態で背負えるっていうことで、コンプレッションベルトはね、なくてもうそもそもいらないのかなっていう感じはしますね。で、それぞれね、ショルダーベルトにはこうデイジーチェーンがね、ついてるんで、いろいろちょっとね、ガジェットを取り付けたりするカスタムなんかでも、いろいろとね、取り付けることができるようになっていると思います。チェストストラップは、こういった笛付きのね、チェストストラップ、こういったものがついてますね。で、あとウエストベルトですけども、こう腰のところにね、しっかりめこう、パッドがついてまして、大きな大口径のね、ポケットが、止水ジッパー付きのポケットがついてます。はい、あとね、オプションで、先ほど言ったデイジーチェーンにね、こう取り付けることができるようなガジェットがあります。これはスマホケースですね。で、内側もね、きっちり止水処理されてますね。はい、こういう形でね、スマホ入れることができるんですけども、ちょっとね、これ、こうグラグラするんですよ。なので、ちょっとね、こう、ファストハイカーの人たちは、こういうグラグラするのを嫌な感じを受ける方もいるかもしれませんね。ちょっと、この辺の使い勝手っていうところが、そのサコッシュに軍配が上がるのか、はたまたこういうね、ショルダーストラップに取り付けたあのスマホケース、こういったガジェットが
使い勝手がいいのかっていうところはちょっと試してみる必要はあると思いますけど、ロングトレイに向けてサコッシュレスにしたいなっていうのもちょっとあるんですよね。なのでなるべくね、こういろいろカメラなんかも全部、ザックに取り付けることができるようにして、まああんまりガチャつかないようにうまいことまとめたいなっていうのはありますね。ハイパーライトマウンテンギアって正規の取り扱い店がないんですよね。輸入して取り扱ってるショップで購入するか、もしくは個人輸入で買うとかね、まあ、もしくはメルカリみたいなね、中古品を購入するかとか、まあいろいろとなかなかね手に入れるのも難しいんですけども、まあ、こういう UL のギアっていうのはね、なかなかその海外から直接取り寄せるみたいなところがね結構大きいかなと思いますんで、ハイパーライトギア、マウンテンギアもね、まあ株に漏れてそういった類のギアになります。はい、というわけで、今回ね一泊二日の、日本百名山拳ヶ岳というところをねテント泊登山してきましたので、またそのあたりのね、動画と合わせてご紹介したいなと思います。というわけでね、このハイパーライトマウンテンギア、あのザックの容量55リッターっていうザック容量にもかかわらずフレームがあって重量1キロ切ってるっていうね、その名の通りハイパーライトなんですけど、ここまで背負ってきた感じはね、なかなかやっぱりお値段以上じゃないですけど、あのすごい背負い心地やすいです。もう本当にその UL ザックとは思えないしっかりとした腰荷重で背負えてますしね、背負い心地もまだまだですね。まだ序盤なんでね、なんともあれですけど、後半になってきて急登登って印象がどう変わってくるか、肩がね痛くなるなんて話もちょっと聞きますんで、まあ、そういった課題みたいなところが出てくるかどうか、ね、そこは注意していきたいと思います。はい、そして今回の重量を測ったらですね11キロでした。総重量水も全部入れてベースウェイトじゃないです、もう水も食料も全部入れて11キロ。もうだいぶ時間も経過してきたんですけど、まあ、しょいやすいはしょいやすいです。で、あとね、ちょっと最初、右肩が、なんかこの辺りがね、なんかこう、ちょっとやっぱり肩のショルダーベルトが圧迫感があってちょっと痛いなって、痛いなっていうかね、ピンポイントで痛いっていうよりも、なんか鈍痛的な、ね、痛みがあったんですけど、ちょっとこうベルトの、ね、この長さ調節したりしてたら、ウエストベルトのね、こう圧を変えたりとかしてたら良くなりました。だいぶ馴染んできましたね。まあこの辺りは調整でなんとかなるんだなって感じがします。今のところ快適です。ただこの上につけてるねサーマレスの Z ライスソールのマット、これがザックの幅よりもねだいぶはみ出してるんですよ。50センチっていう幅ね、ちょっとねこのパタパタマットの付け方、この外付けはちょっといろいろ歩くときにね、こう障害物にぶつかったりするんで支障があるなっていうところで、ちょっとねレズのマットやっぱり検討した方がいいかなって気がしてます。せっかくね手に調達したんだけど、まあちょっとこのマットは用途、別の用途考えてね使いたいと思いますけどね。まあいろいろとやっぱりこう初めての UL ザックね、テントワーク装備デビューってことでいろんな気づきがあります。まあ、何がベストなのか、まあ、そういうのを探っていくのもまあ楽しいですけどね。はい、というわけで、まあ、300m 頑張っていきましょう。やっぱハイパーライトマウンテンギアのこのサースベース3400 55リッターで 1キロ切ってる軽量ザックで、しかもね素材もダイニーマというすごいね高強度ポリエチレンの丈夫な素材が使われていて、しかもこの軽量化を実現するためにはこのダイニーマ使わないともうほぼほぼ無理なんじゃないかっていうぐらいのね、まあそういうちょっと高級な
素材にはなりますが、まあ、そういうものが使われているっていうところで、ね、なかなかお値段もいいんだしちゃうんですけど、まあ、それだけの価値のあるザックなんだなと思います。まあ、一部ねちょっと完全防水化するために止水処理する必要もあったりするんですけど、まあ、そんな手間じゃないんでね、まあ、そのぐらいの一手間かけて完全防水化して、ね、安心に使えるザックにカスタムするのもいいと思うんですよね。はい、そんな感じですね。